医療4、ティームメディカルドラゴン。浅田先生を10人集めることは不可能でしょうが、優れた麻酔科医であるあなたがコンダクターとなることで、10人の浅田先生を作ることができるんです。ということで、高橋克典演じる岡村正は、安倍沙田を扮する荒瀬文治を、なんと L&P 病院の院長として迎え入れることに。はい。で、ちなみに、安倍沙田を自身は、今回の役どころ、そして、 およそ3年ぶり4回目となる医療に関して公式サイトのインタビューでとにかくスタッフやキャストのチームワークがとても良くて全シリーズの打ち上げでまたこのチームで違う作品をやれたらいいねなんて話をしていましたがまさか同じ作品で再開するとはびっくりでしたこれまでの物語は病院内での争いや医療技術の進歩などが中心に描かれていたけど今回は医師個人のランクが上がっているんだなと今やりながら感じています 加藤先生の人工心臓や藤吉先生の心筋シートなど夢のような話で驚くばかりです。何より荒瀬が院長になるなんて驚きでした。それにしても荒瀬文治はだいぶ大人になりましたね。第一シリーズの荒瀬は本当にどうしようもない人で自分も従来の医師のイメージを壊すような芝居をしようと意識してたんです。 でも今回は発言することが増え、さらに医師として真っ当な意見を言うことも多くて、その中で荒瀬の粗暴さを出すのは難しいなと感じています。それと気になるのは、荒瀬が院長になったことで、L&P 病院がどう変わってくるのかがまず一つ。そして、やはり浅田の行方ですよね。 アラセは何より浅田とのオペを望んでいる人なので、L&P 病院に浅田を引き抜くという考えはないと思いますが、その思いがどういう方向に進んでいくのかは見どころになると思います。僕個人的にはインドに行きたいので、岡村がどういう方法を使ってチームをインドに連れて行こうとするのかというのも気になりますね。それから岡村は一人また一人と言葉巧みにチームドラゴンを L&P 病院に引き込んでいくじゃないですか。 高橋克典さん曰く、それは犯人を落としていく刑事や探偵のような感覚らしいです。芝居でも岡村がいつも持ち歩いているタブレットをパンと閉じた時は、誰かが落ちた時など、いろいろ考えているようで、面白いし、ご一緒していて楽しいです。ちなみに桜井先生の平さんは、舞台などでは拝見していましたが、共演させていただくのは初めてで、 笑顔がとても素敵で、俳優としてはもちろん、人間としてとても魅力的な方だなと感じました。医療用語のセリフを練習している姿などを見ると、自分は今とても素敵なものを見ているなと思えるんです。こうして共演できて本当に幸せです。で、まあ物語的には、あの桜井先生と、そして野口、この二人がいわゆる窮地の中っていうことが見えてきた。野口がニヤッと笑ってましたからね。うん。で、そのあたりに関して、第6話では、 注目の回想シーンがあるようで、公式サイトのトピックスによると、L&P 病院へ検査にやってきた桜井修造を見て、意味深な笑顔を浮かべていた野口武雄。2月13日放送の6話では、桜井と野口の意外な過去と関係が明らかになります。実はこの二人、同じ医大に通い、共に学生運動をしていた先輩と後輩だったのです。 そして劇中に登場する当時の回想シーンで大学時代の桜井修造を演じるのは平三木次郎さんの長男で俳優の平武宏さん。同じく野口を演じるのは岸辺一徳さんの長男でミュージシャンの岸辺大輔さん。二人の若かりし日の姿をそれぞれの息子が演じるというまたとないキャスティングが実現しました。で、まず平武宏自身のコメント。 僕が桜井の若かりし頃を演じることで皆さんが楽しんでいただけるなら僕も楽しんで演じてみようかなと思いました話をいただいてすぐに父に電話をしましたもし今の桜井の癖などがあればそれを若い頃からやっているというリンクしている部分を作ろうと思って聞いてみたのですが今回は素直に演じてるよとの返事でしたただ桜井がどうして足が悪いのか理由がわかるシーンでもあるのでつながりは感じてもらえると思います 自分としても現代との対比として多少のフレッシュさが出せればいいかなと思っていました。若い頃の桜井が持っていたパワー、野口との対比などがうまく出ていればいいなと思います。とても楽しんで演じさせていただきました。はい、まあね、平見み次郎親子がね、はい、こういう風にざっくばらんに演技に関して話もしているっていうのはちょっと意外というか。びっくりしますね。うん。で、一方、岸辺大輔のコメント。はい この話が来た時にはやっぱりとも言いました、うん、イリュー2でも出演していたこともありそろそろ声がかかるのではと覚悟をしていたのでそんなに驚かずに済みました父からはこういう話があるからやってみればと言われたくらいですね今回は過去の野口がわかるシーンで息子が演じているのではなくご覧になった方が今の野口に似ている人だなとさらっと見ていただけないと作品の雰囲気を壊してしまうんじゃないかなというプレッシャーは大きかったです 結果的に、ああ、息子だったんだ、と思ってもらえるくらいになればいいなと思っています。イリュフォー4を見ていて、野口の言っていることは浅田とは違うけれども、決して間違ったことではないと思うんです。そこに通じるような、純粋にいい意志を目指して頑張っていた青年野口を演じられればいいなと思って挑戦しました。 今回の撮影では、平竹弘さんとご一緒だったので、胸を借りるつもりで楽しくやらせてもらいました。まあでもこれ二人ともがね、ほんまの息子っていうことなんで、うん、それだけでも楽しみですけれども。そう。ということで、何はともあれ、イリュー4、チームメディカルドラゴン、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい。